はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマは赤ちゃん帰りについて、その3、第3回シリーズの最終回でございます。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは満を持して、赤ちゃん帰りについての対処法についてお話をしていただきたいと思います。ではですね、まあ、赤ちゃん帰り、これまでのおさらいですが、まあ、さまざまね、急にマイナス3歳ぐらいになってしまったり、まあ、12歳以上離れている場合だと、年が離れている場合だと、まあ、不安定になってしまうと。で、まあ、長男長女に起きやすい話ですよということだったんですが、実際こうなった時にお母さん、お父さん、周りの方どうすればいいんでしょう。そうですね、今回は自分も試してみたり、いろんな経験とか体験とかから、こういうふうにしてみたらどうかなっていうことを、ちょっと私の独演会のようにして、はい、今回お話ししたいと思います。じゃあ、あとはもう先生にバトンを、はい、お渡しますまずね、こうお腹が目立ち始めた時に、初めて子供もどうしてお腹が大きいのかなって多分上の子なんか思うと思うんですよね、はい、そこの時がチャンスで、まずはお腹に赤ちゃんがいるんだよってこう初めてこう上の子供に言います、はい、で赤ちゃんの意味っていうのは多分下の子は上の子は分からないと思うんです。赤ちゃんってなんでこの中に赤ちゃんがいるんだろうと、でその時に動物の本とかいろいろ書いてある絵本をこう見せたりしてね、よく動物の親子とか象の親子とかって、で赤ちゃんっていうのはどんなものかっていうものを分かっても分からなくてもまず教えると。だからその赤ちゃんというものが中に入ってるんだよ。で親近感を持つために生まれてくるまではその大きくなったお母さんのこのお腹にね、お兄さんだよとか、またはお姉さんだよっていうことをこう語りかけるようにするんです。で、元気で生まれてきてねとか、待ってるよってこうお母さんとこう2人で語りかけて、こうまだ見ぬこの下の子供のね、存在をまず意識していくと。そこが始まりなんですね、はい、じゃあこの お腹大きい時期大事ですね。大事なんです、なんかその時にこの中に赤ちゃんがいるんだ、自分の下弟とか妹とかがいるんだっていうこの感覚ですよね、で、東京に実家がない場合とか、どなたもいない場合は自分たちだけでっていうのもあるんですけど、出産でこう実家に帰る方なんかはいらっしゃる場合に、そこにおじいちゃんとかおばあちゃんがいる方っていうのはこう生まれた後こう祖父母に赤ちゃんは可愛いのはわかるけれども、可愛がるのはこの上の子供がね、寝た時にいっぱい可愛がってもらうっていう、そこがポイントなんですよ。見てなければ嫉妬もわからない。そうです、寝ちゃえばね。で上の子供が起きている時はこう全愛情をね、祖父母に上の子供にかけてもらうんです。当然お母さんは忙しいからね、だから上の子供がその起きてたりなんかしてる間はもう本当に祖父母に可愛がってもらうと、もうねそれだけでもかなり赤ちゃん帰りっていうのは防げるんです、で実家に戻らない場合のケースとしては、お母さんは今は赤ちゃんのお世話をするから待っていてねってこう子供に、上の子に声をかけるだけでも全然違ってきます。で上の子供がね、少し年齢が高い場合で、例えばよしこちゃんだとしますよね、お姉ちゃんになったよしこちゃんだとすると、よしこちゃんはね自分で何でもできるでしょ、でも赤ちゃんはね一人でご飯を食べられる、一人でトイレに行ける、お母さんがしてあげないと生きていけないんだよってこう説明をするんです。丁寧にね。そうです。だから赤ちゃんっていうのはね、一人でご飯も食べられないし、トイレにも行けない。そのためにお母さんがね、ご飯も食べさせてるんだよっていう、そういう意味合いで上の子に説明すると、分かる子供はね、そうか、だからお母さんは赤ちゃんの世話をしているんだってこう思うんです。
で、赤ちゃんが寝ているときは、もう周りの家事を犠牲にしてでもね、まあ、やりたくなりますよね。掃除をしたり何をしたり。じゃなくて、まあ、多少ね、もう、ごちゃごちゃしてても、赤ちゃんが寝ているときだけはね、こう、家事を犠牲にしてでも、その、とことん上の子供と遊んだり、抱っこしたりしてあげたり、このうんと甘えさせてあげると、これも赤ちゃん帰りは防げるんです。これ愛情を補ってあげるタイミングなんですね。そうです。はい。だから赤ちゃんっていうのは、ね、お母さんが世話をしてあげないと生きていけないんだっていうことをまず自覚してもらうっていうんですか。あなたは一人でご飯を食べれるでしょ、まだって。で、その赤ちゃんがいることにこう、上の子が慣れてきたらね、今度は、まあ、お姉ちゃんがよしこちゃんだったら、よしこちゃん、一緒にね、赤ちゃんのお世話をして、一緒に育てようってこう声かけをするんです。なるほど。あ、そうかと思って、あ、自分もこの中に加われるんだっていう思いっていうんですか。疎外感はだいぶ薄れますね。薄れます。一緒に育てようねって言うと、あ、そうか、お母さんも頼ってくれてんだってこう、うん。だからこの言葉でね、親の愛情だけを求めるのではなくて、あ、お母さんは自分を頼ってくれているんだ。ね、私も頑張ってお世話しようとか、僕も頑張ってお世話しようっていうこう考えがこう変わってくるっていう。愛情だけを求めるのじゃなくてね、そうか、一緒にやるんだっていうと、やっぱり上の子って責任感強いので、それで十分赤ちゃんを可愛がれるようになるっていう。で、上の子供っていうのは、上の子供はこうお兄さんとかね、お姉さんになったってい う, こう自覚もできるし、はい、で下の子供はだんだん少しずつ成長していくと、あんなにお兄さんお姉さんって自分の世話をしてくれるんだっていうことで、この兄、うん、姉をこう尊敬するようになってくるという、うん、なるほど。で我が家は本当にこれで大成功しました。大成功したんですね。大成功しました。長男の、いつも出てくるしんすけなんですけど、あの長男のしんすけはね、本当によくね、次男の世話をしてくれたんです。まあ私もね、もう疲れてくるとね、しんすけにお風呂も頼むと、お風呂も入れてくれるんですよ、はい、で靴も履かせてくれるんですよ、で、ある時はミルクもあげてくれたりとか、すごい。もうとりあえず何でもこうお兄さんにさせたので、本当に今でも仲の良いこう兄弟になりました、はい、仲いいですよね。仲いいですね。本当に仲いい。それで、やっぱり上の子を守るためっていうのもあるんですけど、はい、一つルールがあって、はい、で 小,、はい、小学校低学年までは絶対にお兄さんのことは名前では呼んではいけないっていうことをしました、例えばもう今ではね、お兄さんなんて呼ばないですけど、しんちゃんしんちゃんって呼んでますけれども、小さい時はお兄さんまたはニーニーと呼ばせました。もうそれ以外の言葉は絶対しんちゃんなんて呼ばせるようにはしなかったんですね、はい、でこれはその兄弟が逆転しないための本当に大事なことなんです。なるほど、なるほど。よくね、もう幼児でも小学校低学年でもこうね、呼びつけにしたりとか、まあいいんですけどね、でもやっぱり上と下をきちんと守るためには、にいにいとかねえねえとか、もう名前では絶対呼ばせないっていう。そうするとね、こう今でもうちはそういうルールを作ったので、今でもその次男っていうのは兄に対してはね、一目置いてますし、長男は本当に次男をこう可愛い大切な存在ってこうなっているようです。なるほど、そうですよね。だから先生のところは、まあ、ご兄弟本当に仲いいですよね、だからでもだからこそじゃないけど、その小さい時には結構苦労があったんですね。そうですね、子育てに苦労は本当につきもので、まあ、子供がね2人いたら本当に苦労は2倍、はい、3人いたら3倍です、はい、それぐらいの覚悟を持ってね、子供を育てるっていうことが大事だと思います、はい、で私でもね、子育てはもう今この年になればね、楽しかったかもしれないってこう思ってるんですけど、はい、
まあ、その当時を振り返ると本当に壮絶なものがありましたね。一個一個全く覚えてないみたいな状態でしたね。はい。だからこそね、こう今こう相談会っていうのも、うん、まあ開いて、本当にいろんな方にね、相談をしていただければ、うん、この私の壮絶な子育ての経験だったり、またいろんなね、生徒さんたちも見てきてるのでね、ぜひこの相談会っていうのはね、一人でこう子育てしないで、やっぱり相談をしてみるっていうことは大切かなと思います。そうですね。思っても見ないアドバイスがあることもありますからね。そうですね。うん、だからフレンドリーのお母様方にはもう私はしょっちゅうアドバイスをこう、しています。うん、騙されたと思ってやってみてね、ダメだったらまた違う方法やってみればいいですね。そうですね。まずはね、やってみようということだと思います。だからまあね、こうやって子育てっていうかね、こういう相談会っていうものを自分がね、うん、できるっていうか、別に偉そうにね、相談会をしてるわけではないんですけど、まあそういう意味では、自分のやった子育てっていうのは、おかげでね、人生経験が本当に豊富になりましたのでね。うん、それを活かせて今の相談会っていうのを作りました。なるほど。いやもう僕はね、まあ、正直まだ子育てはしてないんですけど、まあ、子供を育てるということがいかに大変か分かったと。で、今聞けてラッキーだったなと思います。そうですね、覚悟ができますね。覚悟できますね、はい、ありがとうございました、はい、ね、ぜひ皆さんも参考にしていただければ幸いでございます。はい、はい、では3回にわたって、お伝えしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。ですね、セミナーの独自情報や例えば講習とかあるとき優先的にお伝えしますし、YouTube では公開してない動画を期間限定で公開などもしますので、よろしければぜひご登録ください。また子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に実施しております。ぜひラマナ由美先生とお話ししていただければと思います。今のね、言ったお話も含めて何でも答えてくれます。体験授業受け付けております。1歳6ヶ月から年長さんまで対応しております。ぜひね、教室に来て授業受けてみてください。はい、教室へのお問い合わせは 03-3390-0750 番です。メールアドレスが info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、子育てのことをお話ししてまいりたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございます。次回をお楽しみにしていてください。失礼いたします。